ますので足元気をつけてご乗車ください。ありがとうございます。背中のリュックを下ろしてお願いいただいております。さあ、満員電車場内。ロープウェイご利用いただきまして誠にありがとうございます。早いな。ボンドル内混み合いましてお客様方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、到着まではしばらくの間ご協力をお願いいたします。当ロープウェイは日本で最初の山岳ロープウェイでございます。また高低差 950m と終点駅の標高 2612m はともに日本一となっております。また終点駅までの所要時間は7分30秒でございます。それではご一緒に空中散歩をお楽しみください。この辺り北に生えております葉先の白いもみの木によく似た木は白人と申しまして、ただいま出発いたしました白人駅の名前の由来となっております。大鶴の時刻方向左手真下に見えております滝は日暮らしの滝でございます。こちらの滝落差が25メートルあり、このロープウェイの下を流れる中御所川の中で一番美しい滝と言われております。またただいま出発いたしました白人駅から伸びておりまして、石畳の遊歩道を15分ほど歩いていただきますとこの滝の真下まで行くことができます。お時間ございましたらぜひ散策してみてください。ゴンドラの進行方向正面に見えております滝は三段の滝でございます。またただいまこちらのゴンドラは地上から約120メートルの高さで大きな谷中御所谷を走行しております。途中気圧の関係で耳が聞こえにくくなることがございますが、ではお二人遊びなどしていただきますとなるかと思います。見えた
あ、手振ってくれるかなって言って、うん、振ってくれた振ってくれたやった、うん、やった、手振ってくれた、やり、うわ、チケ、来た、うわ、早い早い、うわ、切りかかってる、うん、うわってなった、あー、怖い怖い、再開していただきましたでしょうか。十分な装備で安全な登山をお楽しみください。また東北部への定期運行は毎日0分発30分発の30分間隔の運行にて、本日最終のロープウェイは17時午後5時ちょうどの発車でございます。本日お帰りのお客様方はお時間お間違いのないようお気をつけくださいませ。なんかだ、だるだ位置に、見てみる目が回ると思う。ここから飛び降りろって感じ。最悪なのは死んじゃうよ。死んじゃう。ひとまずゴールだ。外に出たら涼しい空間が待っている。夏だと思えない空間が待っている。 ティショッチだ、ティショッチ。化粧してこなくてよかった。ゴンドラをホームに固定する際揺れますので、お足元を気をつけください。また降りの際、落とし物、お忘れ物等なさいませんよう、身の回りのご確認をお願いいたします。それでは、ご乗車ありがとうございました。日本で一番高い駅、千畳敷駅到着でございます。13度、低いな、低い。けど冬でも半袖だもんね。まあ、さすがだ。ずっと半袖ってわけじゃないんだ。たまに長袖着るよね。いや、私は、今の揺れ全然来なかったんだけど。ちょっと待ってね。わー、揺れ。お待ちください。